朝がねバッチリ開いてても夕方はちょっと二重の幅が狭くなったりしてると思いますよ。これはですね、おでこを鍛えることね。こんにちは、おきゃんママこと加藤ひとみです。今日はですね、夕方からのお疲れ顔解消顔ダンスをやりたいと思います。朝と比べて夕方って顔が何パーセントか下がってるのご存知ですか？顔にですね、こう疲労物質がこう溜まってくるわけですね。そしてそれがですね、重さとなってこう下がってくるということと、あとお仕事をしてるとどうしても緊張状態になるので顔がこわばるんですね。ですのでね、夕方からのお疲れ顔の解消の顔ダンスやっていきましょう。まずですね、夕方の特徴としてはですね、目尻が下がります。これ比べてみたらご自身でわかると思いますよ。メイクした後ですね、お顔写真撮っていただいて、それから夕方顔をまた同じように撮ってみてください。目尻が下がっていると思いますよ。口角もこれがまた下がってるんですね。これもお写真撮ってみると分かりますよ。午前中は割と口角が上げやすいんですけども、午後は少し疲れが出てくると下がりやすくなりますね。頬も全体的にペトンとした感じになって、でパッと見た時になんかやっぱり夕方はなんか疲れてるなっていうのが顕著に現れますね。ですのでちょっとこれからまだまだ人頑張りしないといけないっていう時に、ぜひこの夕方からの顔ダンスやりましょう。あともう一つですね、まぶたが下がります。夕方、これ分かりますよね。朝がねバッチリ開いてても夕方はちょっと二重の幅が狭くなったりしてると思いますよ。これはですね、おでこを鍛えることね。この前頭筋っていうの、ここを鍛えることによって引き上がってきますからね。はい、ですのでポイントありますね。まず目尻の下がりの解消ですね。あとまぶたの下がりの解消、あと頬が全体的にペタンと下がってきたのも引き上げていくことと、口角ね、この4つしっかりとやっていきましょう。ちょっと元気が出やすいようにこうビタミンカラーを今日着てますよ。あの夕方ね、どうやってやるかということなんですけど、例えば職場の場合はね、実は私お手洗いでやってましたよ。やはりこう化粧室入ったとこすぐではちょっとやっぱり人が入ってきたら見られてしまうんで、私は個室に入ってお手洗いのねやってました。そんなに長くないですよ、全体的にね。これ全部やっても7分で終わりますからね、全部でね。ですのでちょっとこうお手洗いでやってみてもいいかな、夕方ね。それでは一緒に行きましょう。はい、口角上げて笑顔から始めましょう。 Thinking of drowning in those blue eyes. I'm losing sight cause I am falling. I'm so deep down. 目をバッチリ開いて、はい、おでこの引き上げいきますよ。眉毛の上げ下げ、上げて下ろす、上げて下ろす、これでしっかりと上まぶたのたるみを引き上げていきますよ。だんだんと目が重くなってきますからね。これをしてると目がパッチリと開いてきます。はい、ちょっと早くいきましょう。上げて下ろす、上げて下ろす、上げて下ろす、まぶたの引き上げしてますよ。おでこ部分も上がってきます。夕方からの疲れ顔の解消にとてもいいですね。はい、それでは次下まぶたいきましょう。上げて下ろす、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 下まぶたですよ。軽くしておかんで目の下に集中しましょう。上げて下ろす、上げて下ろす、上げて、はい、ウィンクいきましょう。ウィンク、ウィンク、ウィンク、はい、このウィンクしてると目尻も上がってきます。目尻の引き上げですね。夕方になると目尻が下がってきますからね。これでグッと上げていきます。上げて、ちょっと早くいきましょう。ウィンク、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 頑張って。ウィンク、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 はい、上唇と下唇押さえましょう。はい、出して止めて、押しちゃって、はい、押して、引っ込めて、はい、次フェイスラインいきましょう。はい、綺麗なライン出して、フェイスラインを引き締めます。夕方からたるんできますからね。はいはい、締めて、ここ引き上げですよ。
綺麗なラインを出しましょう。はい、綺麗なライン出しましょう。はい、押しちゃって、出して、はい、次フォア上げますよ。はい、上にグッと上げて、フォア上げた状態を維持します。やっぱ綺麗だ、綺麗で。はい、絵を作って、合格しっかりやって。しっかり合格して。顔全体を大きく動かしますよ。それには何の言う顔、笑顔が一番いいですよ。ちょっとまず口角上げて、はい、では天井を向いて思いっきりの笑顔を作りますよ。この思いっきりの笑顔を作った状態で何の言う絵を笑顔をするととってもフォーム上がりますし、表情が良くなります。で、顔も全体的に上がってきますからね。はい、天井を見て、わー、笑顔を作って、はい、何の言う、何の言う、笑顔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 の時、目をパッチリ開けてきましょう、開きましょうか。口角上げて、笑顔、すべての言葉で口角上げますよ。笑顔、笑顔、笑顔、フェイスライン引き締めしましょう。はい、綺麗に、綺麗なライン作って。反対。綺麗なライン出します。はい、おでこ行きましょう。眉毛投げ下げ。上げて。下まぶた上げて下ろす、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 1 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 1
お疲れ様でした。2曲続けて頑張りましたね。これで下がってたまぶたも上がってきますし、目尻も上がって、そして口角も上がったと思います。もう今夕方だとしたら、またこれから一頑張りしないといけない方も多いかと思いますけれども、頑張ってくださいね。はい、お疲れ様でした。今日もご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは、私が実際に検証して若見えに効果があると確信した方法を毎週お届けしています。この動画がいいなと思った方は、ぜひグッドボタン、チャンネル登録お願いします。おきゃんまむの詳細は下の概要欄でご確認ください。それではさようなら。おきゃんまむでした。